山鳥は、長高騎士目騎士科山鳥属に分類される鳥類。日本の固有種。名前は有名だが、野外で出会うのは少し困難な鳥でもある。メスと、オス全長は、オスで、約125センチメートル、翌朝20.5から23.5センチメートル。メスは、約55センチメートル、翌朝19.2から22センチメートル。 体重はオス0.9から1.7キログラム、メスで0.7から1キログラム。オは、オスの方が、かなり長く、おナガは、オスが41.5から95.2センチメートル、メスが16.4から20.5センチメートル。オハの数は18から20枚。オスの灰色は、極彩色の生地と異なり、金属光沢のある赤褐色を呈す。およそ頭部の色が濃く、 胴体から足にかけて薄くなる傾向があるが、その程度は足により様々である。よく目立つ臨場のブチがある。目立つ関羽はないが、興奮すると、頭頂の羽毛が逆立ち感情に見えることもある。顔面に、生地同様赤い皮膚の裸出部がある。尾は相対的に生地よりも長く、黒、白、褐色の鮮やかな模様がある。足には毛爪を持つ。 メスの灰色は褐色で、キジのメスに似るが、キジのメスより相対的に尾が短い。和名の山鳥は産地に生息することに由来する。主に標高1500メートル以下の産地にある森林や、矢口に生息し、渓流の周辺にある杉やヒノキからなる新葉樹林や、下映えが、シダ植物で繁茂した環境を好む。陶器には群れを形成する。 食生は、植物食傾向の強い雑食で、植物の葉、花、果実、種子、昆虫、蜘蛛、甲殻類、陸生の巻貝、ミミズなどを食べる。オスは、鳴くことは稀だが、繁殖期になると、オスは翼を激しく羽ばたかせ、オートバイのエンジン音にも似た非常に大きな音を出す。ことで、縄張り宣言をし、同時に、メスの気を引く。また、 ドラミングの多くは近づくものに対する威嚇である、灯される。木の根元などにくぼみを掘り、木の葉や枯れ草、羽毛を敷いた直径 20cm、深さ 9cm に達する巣に、4月から6月に、かけて6から12個の卵を産む。卵は、長径 4.8cm、単径 3.5cm で、殻は単酵褐色。 メスの実が放卵し、放卵期間は24から25日。婚姻形態は一夫多妻であると推定されていたが、実際は一夫一妻であることが、三重県津市の獣医師によって突き止められた。丸なお丸他によれば48個体の飼育環境下での産卵数は5から40個、産卵期間は10から97日と、個体差が大きかったとしている。また、 繁殖的霊気は3から4歳。メスビナの発生はオスビナよりも多いと報告されている。日本の固有種であり、本州、四国、九州に生息する。生息する地域によって、羽の色が若干異なり、口術の5ア種に分けられている。灰色は温度や湿度によって決定し、同地域でも南北で変異が生じるとする報告例もある。一方で、 おハの形態や腰の白色斑は遺伝的要因が影響していると考えられている。なお、これらの亜種の分布域は明瞭でないため、検討が必要とされている。薄赤山鳥のオス野生状態で生地との交雑が生じるが、交雑個体に対し科学的な分析を行った文献記録は少なく繁殖力の有無等は明らかではない。種商名ソエメリングは、 ドイツの解剖学者、ゼンメリングへの懸命である。山鳥は、シールが峰を隔てて寝るという伝承があり、古典文学では、一人寝の例えとして用いられた。またオスの山鳥は、お葉が長いことから、山鳥のおは古くは長いものを表すごとして、用いられており、百人一種には、柿の元の人丸の作として、 足引きの山鳥の尾のしだり尾の長流し、夜を一人かも休むが取られている。この歌では、山鳥の尾のしだり尾のまでが、長流しを導く女子である。山鳥に関する俗信としては、年老いて、尾が十三節になった山鳥は人を騙したり、また夜に、人玉のように光るなどの言い伝えがあり、長野県に伝わる、八面大王という鬼を、 坂の上の田村マロが退治する物語では、33節、ある山鳥の大葉で吐いた矢でなければ、鬼を退治できないという描写がある。日本では、群馬県と秋田県が山鳥を、県の鳥としている。雉と共に狩猟対象とされている。日本では、鳥獣保護法における、狩猟鳥獣であるが、環境省令により2022年9月14日まで、 メスやマドリの捕獲が禁止されている。人工受精による養殖技術が確立され、野生個体の増加を目論んだ養鳥や、成長の包丁が各地の民間団体や自治体により行われている。包丁に用いるのは、人工受精により養殖育成した個体であるが、包丁後の寿命は10日程度と短いと報告されている。主な消耗原因として、天敵食害。 衰弱死、溺死、射殺、交通事故が挙げられている。ありがとうございます。